どうも、チョコクッキーだにゃーふんにゃー。今日はですね、歌を歌ってきたと思います。今日は大塚愛さんのプラネタリウムを歌います。行きたいよ、チョコクッキーとプラネタリウムで話したい。君はどうしてそんな面白い装いをして出かけるの。はい、うるさい、チョコクッキーだにゃー。それでは歌うにゃ、なんかごたごたなんですけどすいませんね。これ実はっていうと、あの金髪初金白リボン公爵の時にまあ帰った時だったので、まあこれ歌わなくてもよかったでしょうね。はい、そういうことでやっていきたいと思います。それでは歌うにゃ、大塚愛でプラネタリウムです。今日も金のマイクを使って歌っていきたいと思います。Bluetooth に接続してください。それでは歌ってきます。タララ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 ラ夕焼け顔がそびえてく鼓動の声と僕と空港の空のどこかに君はいるんだろう。夏の終わりに二人で抜け出したこの公園で「あの星座なんだか見えてる」「会えなくても記憶をたどって」「同じ幸せを探したいんだ」「あの香りとともに花火がパッと開く」君のところへ今すぐ駆け出していきたいよ。枕で何も見えない、怖くても大丈夫。数えきれない星座が今もずっとここにあるんだよ。泣かないよ、音君と見た綺麗な空だから。あの道まで響く靴の大きな自分の影を見つめて思うのでしょう。ちっとも変わらないはずなのに、切ない気持ちを膨らんでく。どんなに思ったって君はもういない。たん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 、行きたいよ、君のそばに。小さくても、一番に君が好きだよ、強くいられ。願いを
僕だろう嫌いな空に会えなくても記憶をたどって同じ幸せを見つめたいあの香りと共に花火がパッと開く生きたいよ君のところへ小さな手を握りしめて泣きたいよそれはそれは綺麗な空だった願いを流れ星にそっと君へと見たけれど泣きたいよ届かない想いをこの君に終わりました。大塚愛でプラネタリウムを歌いました。どうだったでしょうか。はい、それでは終わりたいと思います。プラネタリウムを歌うときにですね、ツイッターの方でですね、夏のこれ、このプラネタリウムって夏のソングなんですよ。夏のテーマソングなのでに春に歌うのはどうかなって自分で思ってたんですけど、ツイッターの方で載せたのは春だけど夏ソング歌うのたまにはいいよねみたいなことをツイッターの方で載せました。はい、ということで、なんか春だけど夏ソングだけど春でも歌えれる曲だなって、プラネタリウムって季節関係なく歌える歌なので、なので夏関係なく春でも歌える歌だと思ったので歌わせていただきました。冬とかに歌うのもいいですよね。はい、ということで、星が見えるのは夏なんですけど、プラネタリウムは季節関係なく見えると思います。12星座が鳴り響いているのはですね、四季折々なんですけど関係ないんですよね。はっきり言って星っていうのはですね、春とか夏とか秋とか冬とかで、皆さん夏っていう考え方に夏の方にとらわれてるんですよ。夏じゃなければ見えません。夏じゃなければ天体観測できないっていうイメージがあるんですけど、僕の地元ではですね、今でも全然星が見えますし、全然関係なく本当に天体観測をすることができるので、なので季節は関係ないってことに改めて分かりました。なのでプラネタリウムはですね、春でも、夏でも、秋でも、冬でも、四季折々と歌っていける歌なので、はい、気持ちよく歌わせていただきました。それでは、終わりたいと思います。チャンネル登録、よろしくにゃ！それでは、終わるにゃ！バイバイ！